アーセナル対ユベントス PK での戦いになりました。さあ最初の一本、最初の一本は確実に決めてきました。うまく逆をつきましたよね。さあ次のキッカーはドレゼーゲ、キーパー止めた。今のはどうなんでしょうか。そうですね、決める意味もあったのかもしれませんね。アーセナル、ここは決めて引き離したい。右へ行ってしまいましたね。気負いすぎた分だけそれたんでしょうかね。ユベントス2人目を受けるのはイブラヒモビッチ。これで互角の1対1、追いつきました。アーセナル3人目を受けるのはディレス。ちょっとね、読みが外れましたよね。ユベントス次はキャプテンのメドベド、難なく決めます。本当にね、落ち着いてますよね。アーセナル4人目を受けるのはディンベル。取れるの難しいですからね。ユベントス4人目はカモラネージ。左端に決めた。いやー、これで3対3、攻守ともに緊張でしょう。そうですね、ここからはミスできませんね。アーセナル5人目を蹴るのはジウベウト・シウバ。まだ勝負がつきません。後ろからね、味方を見てるんで緊張しますよね。キーパー読み切りました。まだ勝負がつきません。アーセナル6人目を蹴るのはセスク。入れた。読み切りましたね。試合が決まるかもしれない緊張の一瞬。やあ、ポスト。アーセナル PK 戦で勝ちました。では北澤さん、試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでした。両チームとも納得のいかなかったところもあると思いますけどもね。ですが今日はいいゲームを見せてくれたと思いますよ。改めまして今日の PK 対戦はアーセナル勝利をものにしました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。皆さんまたお会いしましょう。